い、今回 EV テストで取り上げるのは BMW i4 です。4シリーズグランクーペの電気自動車バージョンという位置づけなんですけれども、まあ、やはり BMW というと3シリーズおよび4シリーズのこのセダン、クーペというのが中心的な存在だと思うんですね。ですので、まあ、これで電気自動車が選べるようになったというのは、いよいよこう普及フェーズ、本気で普及させていくぞというところに入ってきたのかなという気がします。で、その、まあ、普及に本気だっていうのは、車両価格見てもね、結構わかるんですね。電気自動車だからといって、そんな高くないです。420i クーペ、グランクーペですと、630とか650ぐらいするんですけれども、この車も750から790、この後輪駆動のモデルですと。ですので、まあ100万か100万ちょっと高いかなといったところなんで、まあ補助金今はありますし、まあ燃料コストとかメンテナンスコストとか考えていくと、あんまりもう変わらないところに来ているのかなという感じがしますね。ですので、電気自動車を乗れる環境にある人は、まあ3シリーズ4シリーズからこれに乗り換えるというのもありかなというふうに思っています。で、今日本に導入されているのは、i4 の40というのが一番スタンダードで、まあ、これは40の、M スポーツ、まあ、グレードというか装備違いですね、ということになっています。まあ、これは、リア駆動、二輪駆動の後輪を二輪で駆動しているモデルになります。で、もう一台 i4 の M50X ドライブというのもあります。これは数字が大きくなってますからパフォーマンス高いですし、X ドライブなんで前後にモーターを持つ四輪駆動になっています。で、EV テストはですね、今のところ毎回2台ずつ連れ出してるんですけども、今回この40の M スポーツと M50X ドライブの2台で来てますので、まあこれも乗り比べながらどう違うのか、まあ燃費もちょっとは変わると思いますんで、まあその辺も見てみたいと思いますし、やはり BMW ファンにとっては基本後輪駆動というのは重要な項目になるのかなと思ってますので、まあこれをワインディングなんかでも乗ってみて、BMW ファンも納得する電気自動車に仕上がっているかどうかチェックしてみたいと思います。はい、BMW i4 に試乗してきました。今回はですね、i4 のこのスタンダードモデルの、これは40の M スポーツですね。もう一台一緒に、M50X ドライブの方を持ってきてますけれども、乗り心地では結構、まあこちらの方が良かったですね。まあ、もちろんタイヤ、サスペンションというのが、少し M ほど引き締まってないんで、当然ではあるんですけれども、それにしても結構乗り心地いいなと。しかもなんかこう動きもゆったりしてい
ていて上質な感じがしますね。あの BMW の D セグメントのイメージって結構スポーティーだと思うんですけれども、あのそれからすると随分高級な車になったなという感じがします。まあ意外とこの重さっていうのがその乗り心地の上質さには効いてるのかなというような気もしますね。でこちらは可変ダンパーなしなんですけれども、それでも全然嫌な場面っていうのが、乗り心地に関してはなかったですね。でハンドリングはどうかというと、こちらは X ドライブではなくて後輪駆動なんですけれども、ワインディングロード、まあ結構気持ちよく走っていくとですね、こちらでも全然なんか限界の全然下の方で走ってる感じがします。で、まあトルクが非常にやはりモーターは大きいので、タイトコーナー立ち上がりの中でバンと踏むと、結構どのモデルでもだいたいその横滑り防止装置とかトラクションコントロールとか働きます。前輪駆動のモデルだとそれでちょっとトルクステア、こうハンドルがちょっと取られて、で制御が入ってグッとこうパワーが絞られるような感じとかが、まあ、出がちなんですけれども、リア駆動だからそれが出ないのと、プラスやはりそのトラクションコントロールの制御がものすごい賢いというか早いと思います。モーターだから早くできてるっていうことと、メインのコンピューター通さないでエンジンコンピューターと、こうドライブと連携のコンピューターが直にやり取りするみたいなことで時間を短縮してるんで、非常にこう素早い制御をしてるんで、ドライバーにとっては制御感がほとんどない、ドーンと踏んであれパワーがあんま出ないなっていう感じもないし、かといって姿勢が乱れることもなくて、相当よくできた、FR とは言わないのか、 RWD のクーペということができると思います。まあこれと比べる、エンジン車で比べるとすると、4シリーズグランクーペの 420i ですかね、それに比べると加速なんかも全然いいですし、まあ航続距離もこれになると600キロ一応稼いでますんで、まあ今まで3シリーズか4シリーズ乗ってきて、そろそろ電気かなみたいな興味がある人にとってはかなりいい選択肢になりそうな気がします。 RWD の方が好きだっていう人ももちろんいると思いますし、ある程度パフォーマンス高いものが欲しいっていう人も、わざわざM50 じゃなくても結構十分な性能がありますんで、それで250万300万近く違うと思いますんで、かなりお買い得感の高いモデルだということができると思います。もう一ついいなと思っているのは、やはり今のところ SUV タイプの電気自動車が多い中で、やはり低前行ですと高速域の燃費がおそらくいいと思います。まだちょっと今日集計してないんで燃費、はっきりとは言えないんですけれども、まあこれだけ背が低いとですね、高速域の燃費はかなり有利になるはずですし、まあ、電気自動車で航続距離気になるのはやっぱり高速域なんで、そういった面でも、まあ、特に SUV 必要ない場合は、こういった低前行のモデルが今のところおすすめですね。バッテリーの技術がもっと飛躍的に、進化すれば全然気にならなくなると思いますけれども、今のところ、なるべく高速燃費伸ばしたいとなると、こういった低前行のモデルが有利だと思います。